トラム発見したんで乗ろうかなと思うんですけど、ちょっとねあそこはね停留所じゃないっぽい、ただ掃除してるっぽいんで、ちょっと停留所を探しますと思ったら、そのすぐ横がどうやら停留所のみたいな感じがするんで、皆さんねなんか待ってるような感じなので、ちょっとね待ってみて乗ってみたいと思います。どこに行くかもわからないトラムです。どこに行くかわかりませんが、一駅とりあえず冒険で乗ってみたいと思います。来た来た来たよ。車体はすげえね古いんだけど可愛いんですよね。ボロボロだけどね、いいなこのトラム、雰囲気あるな。乗ってみます。すげえ楽しいすごいなこのトラム。行くんだろうな。お、対向車、対向、逆方向のトラムが。すげえなこのトラム。ボロボロやんか。ほら。でも楽しい。着いたかな、着いたかな。おお、着いた。いやー、衝撃のトラムでしたこれ。窓がね、曇ってて外が見えないっていうね。ああ、これは貴重なトラムに乗れたわ。楽しかった。二駅ぐらい乗っちゃいましたけどね、一駅目で降りれなくて。うわあ、すげえ楽しかった。いやあ、でね、今日はもう、ちょっと、早雨ですが、宿に帰ろうかと思ってるんです。どうしよう。ちょっとお茶がしたいんで、コーヒーが飲みたいな。さっきから探してたんですが、カフェを探しながら、ホテルの方へと、向かいたいと思います。なんとですね、さっき、たまたまあのトラムが、ホテル近くまで走ってくれてたんですよ。なので、約10分ほど歩いて、今日の宿、ホステルに到着しました。しかもね、ここなんかトラムがここも走ってみたいなので、ちょっと一回もう早々チェックインしてしまって、それから食べ物とか飲み物を買い出しに、近くのお店までちょっと出てきたいと思います。よいしょ。暗いな。もういきなりもうバスルームですが、あ、僕の相変わらず好きなタイプ、よかった。石鹸とかはありそうですね。シャンプーついてるし、ドライヤーあって、ドライヤーいらないですけどね。はい、こっちがなんか暗いな。すごいな、こんなもともと暗い照明なのか。まだ夕方ですけどね。おお、小窓がついてる。おお、開くんだこれ。ちょっとジブリみたい。おお、ああ気持ちいいな風が。せっかくね部屋を暖かくしてくれてますけどね、暖房で風を入れ替え、空気を入れて。テレビ、
冷蔵庫ついてんだ、ちっちゃいの。飲み物はチョコレート入ってる。狭すぎてね、全体映らない。これで一晩今日は泊まります。ちょっとね、早めのチェックインですけども、本当はね、まあ昨日泊まったホテルに2連泊もできたんですけど、ちょっとね、違う宿どうせなら泊まった方が面白いかなと思って、ホテルというよりはホステルですね、安宿、また違った安宿を取ってみました。じゃあちょっと荷物置いて、すぐに、夜はちょっともう軽いものでいいと思うんで、昼ちょっとガッツリ食べちゃってるんだね。ちょっと飲み物とかを買い出しに出ようと思います。あわよくばまたそこの前の通りからトラムに乗って行ってみようと思います。あ、こっちにも窓ついてんだ。これで、ここも20US ドルぐらいですね。安い。でも安いですけどね、ちゃんと朝食もここもついてますよ。まあ軽いものだと思いますけど、またパンぐらいな感じかな。ですね、ちょっとあそこにガスステーションっぽいのがあって、あそこになんかコーヒーでも飲めそうな感じのとこがあるので、もうあそこでもいいかなと思ってるね。ちょっともう宿からすごい近いんですが、ちょっと見に行って、良さそうだったらそこ入っちゃおうかな。こうね、ずっと歩いていくと街があるんですが、ちょっと結構距離もあるし、トラムもうまく乗れなそうなので、トラム一応走ってるんですけどね、うまい感じに駅が見つかるかどうかもわからないので、もう入っちゃいますわ。今日はもう軽食にして、まあ飲み物でも買って、ちょっとね、たくさんちょっと睡眠をとりたいんですよ。睡眠不足なので、明日に備えて早めに宿に帰ろうと思います。はい、というわけでカフェラテ買いました。もうコーヒーが飲めれば僕は満足です。コーヒーと、あとこれサンドイッチ 8.99 なんで、2つで 18.49 なので、日本円で600円弱ぐらいかな、500円台ぐらいですかね。まあ今日はこんな簡単な食事ですが、あとはスナックとかなんか軽食と飲み物だけ買って、いいですな、なかなかファーストフードみたいな店ですけど、こうやってトラムが走ってるのが見えますね。いやー、安心する。もうすっかり夜になっちゃいましたけどね。いやー、ちょっと休憩できました、すごくね。ちゃんと Wi-Fi もつながるしね、居心地良かったですよ。でちゃんと飲み物とかね買ってきましたんで、後でお値段紹介をしたいと思います。もうすっかりね夜になりましたので、まあちょっと昼ご飯がね、無理やりルーマニア料理食べてたので、ちょっと夜はもう本当に軽いもので良かったので、サンドイッチでもう十分でした。で、なんでこんなね早くちょっともうホテルにチェックインしちゃってるかっていうと、今回のねブカレストで ほぼ下調べをしてなくて、えらい目にあったので、やっぱその反省を生かして、今度はちょっと、今晩ですね、まだ時間が随分ありますんで、ちょっとソフィアのブルガリアのですね、まあ最低限行くところだけでも軽く下調べをしたいと思います。それでもう早めに今日は寝て、まあ、昨日もね早めに寝るって言って結構夜更かしちゃったんで、今日はもう早めに寝て、明日12時台だったよな、12時50分だっけ、列車に乗って、ルーマニアから今度はブルガリアへ向かいたいと思いますんで、とりあえずホテル戻ろう。